お娘お前な、先輩を自分の教室に呼び出すなんていい度胸してるよ。で、付き合ってほしい用事ってのは何なんだふんふん。好きな奴に告白をしたい。告白の練習に付き合ってほしいってなるほどね。いや、笑ってねえよ。 随分と可愛らしいことを考えるもんだなと思ってよ。あんたのお願いなら断るわけにはいかねえな。うん、ほら行ってみな。ここで聞いててやるから。<laughs> あんたそんなに真っ赤になってたら、好きですって言う前に倒れちまうぞ。ほら落ち着け。大丈夫だよ。あんたに好きですって言われて嬉しくない男はいない。 現に俺は、あんたに思われてるその男が羨ましくて仕方ない。あんたが告白する奴の名前を聞きたくないくらいにはな。んどうした私がずっと片思いをしている相手はあなたです。大好きです。ふん。やーっと言ったか。あんたの気持ちにはずっと前から気づいてたよ。 悪い。あんたが可愛いことをしてくるもんだから、つい言い出せなくてな。<laughs> こーら、すねるな、怒るな、そっぽ向くな。お前に好きだって返せねえだろうが。よし、こっち向いたな。俺は、あんたが俺を好きになる前から、あんたのことを思ってた。あんたのことが、 大好きだせ。<laughs> 泣くなよ。バカ娘、笑ってくれ。せっかく両思いになれたんだからよ。